はい、どうもこんにちは、翔平です。まあ、引き続き動画撮り続けてるんですけども、今回この動画では誕生日にいただいたプレゼントを、紹介していきたいと思います。他の動画の最後に本当はこの動画を持ってこようかなって思ったんですけど、急遽ちょっと中身が美容師 YouTuber すぎるっていうことで、いろいろね開封していこうかなって思います。ちょっとね一個ヤバすぎるのもありまして、それはそれでちょっと他の動画にしようかなって思ってるんで、まあ、見せられないのもあるんですけど、いろいろ、紹介していきたいと思います。まずですね、リリーの、美容師 YouTuber の小野田マーシーさん、マーシーさんからいただいたものなんですけど、マーシーさんからいただいたのがなんと、はい、こちらでございます。三脚と照明でございます。もう本当にありがとうございます。まずですね、誕生日プレゼントに照明と三脚をねもらうってね、普通の人じゃないと思います。もうすごいね YouTuber 的なプレゼントで、本当ね嬉しかったです。なんでかっていうと、僕今までですね、この照明がこれ100均のザルにアルミを巻いて、でその周りに LED をつけてこれで耐えてたんですよ。これも十分明るくて、YouTube スペースで作ったものなんですけど、すごいいいんですよ。なんかずっとこれを使ってるっていうのをなんかマーシーさんが知ってくれてて、ですごい気使ってくださって、こんな立派な照明をいただきました。本当にありがとうございます。開けていきたいと思います。初めてだよ、照明買ったの。 YouTube 歴何年だ、もう4年、5年、どんぐらいだろう。あ、軽いんですね。おお、すごいですね。壁に引っ掛けてある飾りのタオルも見えますね。感謝です。いやー、なので僕いつもね、こう昼間とか自然光で撮ることが多いんですけど、これでね夜もしっかり撮影できるかなって思います。本当にありがとうございます。次ですね、この髪色を染めてくれた、問題のしゅうちゃんですね。しゅうちゃんが悪いってわけじゃないんですけど、このね旅マネージャーやってくれてるしゅうちゃんなんですけど、しゅうちゃんからね、このプーマと LHP がコラボしたスニーカーいただきました。これもねすごくいいんですよ。見せようかと思うんだけど、ちょっとこれはこれで紹介しようかな本当にでもすごい、いくらするのかわかんないんですけど、なんかコラボって言ってたから結構いいやつのような気がする。本当にね、いつもお世話になってるんでね、ありがとうございます。一瞬だけ見せます。これね、かっこいいのがね、これグレーに金っていうね、この配色のバランスがすごい僕は好きで気に入りました。スニーカー全然持ってなかったんで、たくさんね履いていこうかなと思います。また今度ねじっくり動画でお見せしたいと思います。で次がね、これもらったって言ったらいいのかな、買ったかな、もう伝説のブーツですね。ちょっとモザイクかかってると思うんですけど、これね新品で1万すると思うんですよ。これも後日ね、いろいろ、お見せしていきたいと思います。これはやばいよ本当に。あと寺村さんから部屋着をいただきました。すごい着心地よくて、色が僕好みで最高です。本当にありがとうございます。とまあね、こんな感じでまあファッションだったり、YouTuber 的なこういうね、機材だったり、美容師 YouTuber だな、俺、みたいなのを実感する、誕生日プレゼントだな、っていうのを、感じました。まあ今日はね、これを紹介するっていうだけじゃなくて、本当にね、皆さん、いつもね、見てくださってありがとうございます。本当ですね、22歳はいろんな経験をしました。まずね、サロンが変わったっていうのと、思い返すとですね、そっから8月に YouTube スペースでね、デカキンさんとか、くまみきちゃんとかと、ヘアショーをねやらせていただいたり、9月にはですね、世界中の YouTuber が集まるサンフランシスコにね、 YouTube のそういうアンチャラアカデミーだったかなっていうのにもね呼んでいただいて、僕YouTube アンバサダーっていうのもやってるんですけど、そういうのでね呼ばれたり、世界中のクリエイターと関わることができたりで、12月には YouTube のハッピーアワーっていうので北海道に行かせてもらったり、その次はロフトさんで大阪と東京の渋谷と梅田ですねのロフトでヘアショーさせていただいたり、次もねまた、カットの旅始まる時に僕単独でね YouTube スペースでまたヘアショーをやって、でそっからカットの旅っていうのがね始まって、でまあいろいろあってね、今休止しててまあ9月ぐらいからまた始める予定なんですけど、そっからですねまた長野の方で無限グループさんっていう大きな美容室の会社の、ヘアショーに呼んでいただいて、そこでもねショーをやらせていただいたり、本当にまあいろんなね気持ち、思いと経験とさせていただいたかなって思います。本当にね普通の22歳じゃ経験できないだろうって思うことをねたくさんさせていただいて、すごい貴重な1年になったかなって思います。
いろんなね人と関わりもできたし、すごく本当に、いい1年だったかなって思います。23歳もねもっともっといろんなことに挑戦していけたらなと思っております。まあ本当に僕は美容師歴とか関係なく思ってるので、2年目だろうが3年目だろうが4年目だろうが1年目だろうが、やろうと思えば何でもできると僕は自分で思ってるので、そういうねつまらない常識とかをぶっ壊していけたらなと思っております。なので23歳美容師10番の翔平、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。